はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは。 D のんちザワイズです。はい、今回は私のお嫁くん第1話について話していきたいと思います。トン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 。はい、主演はあの春さんですね、うん、私はね、春さんはあのそんなにあのなんていうんだろう、押してはいなかったんですがね、それにしてももう山ほど作品はね見てきましたよね。主演多いですからね、うん、で今作品で私はやっと春さんの良さに気づいたね。きっと遅いですね、うん、いや、いつもね、なんかね、実際あったらすごいんだろうなと思いますよ。みんな、皆さんのね、ことね。うん。いや、すごいんでしょうね。もうひときわ、もう、目立つんでしょうね。ドラマだと、全員がすごいからね。うん。ちょっとわかんないけど、こう、ね。普通の人がね、うん。いっぱいいたら、もうね、目立つんでしょうね。うん。いやー、今回の春さんいいですね。で、春さんのお相手を務めるのがね、朝ドラでおなじみのね、刈谷先輩ね、高杉真宙さん、またね、全然違う可愛らしい役でね、うん、これはまたまた当たり役なんじゃなかろうかと思いますけども、なんかね、今新作ドラマ結構始まってきましたけど、なんか一番なんか穏やかに優しく心揺れず見れるいい作品なんじゃないかと第1話目は思いましたね、うん、なので、新作ドラマ迷ってる方はね、うん、もう毎日いろんなことありすぎて疲れちゃってる方はこのドラマをねおすすめします。あれなんですね。これも漫画原作なんですね。すごい。漫画。でもね、それは漫画が、ね、いいですよ。ね、もう、皆さんに受け入れられてる作品ですから。それはね、うん、いいわけですよね、うん。ストーリーは間違いない。あとは演出次第って感じですもんね。うん、だからこれからもやっぱ演出家とかをねしっかり太めでね書いていただいて、この人の演出ならみたいなとかね、そういうのが増えてくる時代になってくるんじゃなかろうかと思いますけどね。そうだといいなっていう願望もねありますね。あと、そうそう、二村沙和さんもね出てるんで、これちょっと嬉しいですね、うん、まあ高杉真宙さんの同期みたいな感じですけどね、うん、まあなんか非常にそこら辺も興味深いなと思っております。はい、そんな感じで、皆さんぜひ見てみてください。はい、ここから私の D のんちザワイズの日々ね、うん、昨日は、歌は続くよどこまでも、ね、アコースティックなライブ、ご来場ご視聴ありがとうございました。見てないという方、ぜひまだ2週間ツイキャスの方をね買えるようになってますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。今回は、会場をね、サーカスの会場に我々がやってきたみたいな感じで作り上げてますので、あの見た目もね楽しいんじゃなかろうかと思いますね、うん、今回は結構時間かかってね作るのに、なんか試行錯誤してて、本当はこう、ああでも来てない人に説明するの難しい、それ結構時間かかった。毎回その日にね舞台作ってねやるんでね、うん、時間との勝負なんですが、はい、まあよくできたんじゃなかろうか思ってます。ぜひ、2週間ツイキャスの方ありますので、概要欄の方にありますので
ぜひ見てください。そして、昨日から私のバンドキャプテンカウの、ロングショートジャーニーのミュージックビデオが、この YouTube のね、チャンネルの中にあるので、ぜひ聞いてみていただけたらなと思います、結構時間かかったんでぜひ見ていただきたい、ね、で音はやっぱりね YouTube なんであれなんで、気に入ったら、iTunes などで、リリースされてますんで、ぜひご購入お願いします、そしてそして昨日から新しいキャプテンカーの T シャツができてるんでね、変なこの T シャツができてますんで、ぜひぜひご購入お願いします。はい、ね、購入するには私のこの概要欄に貼ってある LINE に、公式 LINE に登録していただいて、欲しいですって連絡していただければ、お送りしますんでね、はい、ぜひ。これは1枚3900円となっておりますんで、はい、ぜひぜひ、購入していただけたらなと思います。はい、それでは、東京はね雨ですけど、皆さんの街はどうでしょうかね、雨で楽しむよ、雨の時はね龍神様が来てると言われてますから、その辺を探してみるのもいいんじゃなかろうか。はい、それではまた。バイ。